お兄ちゃん、時間もないし早く始めよう。こちらはパエトーンだよ。みんな聞こえる？もう始まってるの？隣のオフィス、また暗号化キーを変えちゃったのよ。事務所のネット料金を払ってくるから、ちょっと待ってて。よう、白技重工代表の安藤だ。声も映像もバッチシ映ってるぜ。それと工事は一時中断させた。もう騒音の心配はねえぜ。カリンです。今回はビクトリア火星の代表として参加いたしました。プロキシ様、顔色が優れないようですが大丈夫でしょうか？やってしまったな。パエトーンのブランドイメージに悪影響がないといいけど。大丈夫だってお兄ちゃん。そういえばどうしてカリンが？ライカンさん、何か用事でもあったの？ライカンさんは独身術のレッスンで不在でして、僭越ながら私が代理で参加させていただくことに。前回の会議で火がついちゃったのかな。よし、払ってきたわよ。オレンジネットワークってほんといい商売してるわ。なんなのよあの月額料金。じゃあ本題に入ろっか。今回の会議はみんなに2つの情報を共有したいの。まずはいいお知らせから。前回推測した通り、ミッドサマーの倉庫には大型の防衛機械がいたよ。ホロー C41 が衰退期を脱したのもそいつのせい。次が悪いお知らせ。未熟なホローレイダーたちのせいで、そいつはすでに起動されちゃってるみたい。もう動いてるだと？そいつは厄介だな。うちの技術責任者が言ってたが、初期の知能部品は大半が侵食に弱えんだと。直に深度の侵食状態になってエーテリアス化するかもしれねえぞ。それは大変ですね。エーテリアス化なんてしてしまったら、エーテル活性が条件を満たしてしまいますよね。そしたらまた C41 が活発な強制フォローに。早めに止めないと。確かにそうなっちゃうね。今調査協会と治安局が C41 の活性を再測定しようとしてるの。その結果が出る前にエーテリアス化を止められなかったら、ホロー周辺の市民たちはシャラゴールデンウィークを迎えられないよ。これは重い代償だ。プロキシ、防衛機械が起動されたのは悪い知らせだって言ったけど、私はそうは思わないわ。最初はホローレイダー全員と防衛機械を全部なんとかしなきゃだったけど、今はそいつだけに専念すればいいのよね。ほら、むしろいい知らせじゃない？ポジティブな考え方ですね。私も2
様を見習わせていただきたいです。それもそうだな。百体をしらみつぶしにするよか、確実なクソ野郎を一体やる方が手っ取り早い。そうとなりゃ指示をくれ、プロ騎士。俺らにできることがあんなら何だってやるぜ。私もいるわよ。オンボロ防衛機械なんかに秘宝ハントを邪魔されてたまるもんですか。ありがとう、みんな頼りになるね。全ては僕たちにかかっている。さて、みんなの連休を取り戻そう。
してやまないものを拾ったわ。局の記者から最新情報です。協会の調査員同伴のもと、ホワイトスター学会の専門家はヤヌス区に位置する高度 C41 の強制フォローのエーテル活性に対する再測定を終えました。専門家はフォロー C41 が衰退期に入るという結論に変更はないと述べました。また近隣住民の外出禁止令も合わせて解除されたとのことです。シャラゴールデンウィークを待望していた市民には朗報と言えるでしょう。本局はベテラン調査員をスタジオにお招きし、フォロー C41 のエーテル活性変動について解説を。やったね、 C41 がまた衰退状態に戻ったって。私たちの作戦は大成功だったね。幸いご近所さんたちの連休は守ることができた。提案、今からでも画期的な連休プランを実施することができます。フェアリー、あの終わってる連休プランまだ諦めてないの？とにかく
ホロー C41 のことは突然の事件だったわけだし、犠牲になったのが連休だけならまあラッキーな方だよね。ラッキーですって、どこがラッキーなのよ。莫大な時間、資金、人脈を投げ打ったのは全部ミッドサマーの秘宝を見つけるためだったのよ。なのにどうして一番肝心なトランクルームが物理的に開かないわけ。セキュリティメカを壊したからだろう。メカがリンクしていた自動扉のスイッチごと破壊してしまった。仕方ないよ、あのセキュリティメカはメイン倉庫の最終保安措置だったんだから。破壊された瞬間、トランクルームの自動扉を爆破する仕組みになってたんだよ。ああなっちゃったら最後物理キーを使って開けるしかないよ。物理キーなんてどこで手に入れるのよ。ミッドサマーはもう何年も消息が途絶えてるのに。悔しい、私の秘宝、私のゴールデン、私のゴールデンウィーク。まあまあ、起きたことはもう仕方ないよ。この際家でゆっくり休んだら。家でゆっくりといえばビデオ鑑賞だよね。ほらほら、なんかレンタルしてきなよ。まあいいわ、他にいい方法なんてないし、適当に何本かおすすめしてちょうだい。あ、そうそう、ご新規様限定クーポンもまだあるから。また、一体何枚貯めてるの。
Thank you.